進撃のニーナ哲郎です。ニーナなーに。さあ今日も始まりました吉本進撃ニーナチャンネルでございます。ありがとうございます、いつも見ていただいて。さあ問題大体わかるでしょうね。今日はあの企画、誰の家でしょうでございます。皆さんね、大好評でございますから、また今日も進撃デザインのお家、さあ誰のお家か皆さん見ながら考えてください。その前にまず変身いったので、吉本新喜劇の YouTuber こちら変身よっ狭い、あごめんごめんなさい、いったよいったんで YouTuber でございます。さあ皆さん、もう始まってますからね、こっから新喜劇材の分かれでございます。今回も誰のお家なのか、男性座員なのか女性座員なのか考えながらちょっと YouTube 見といてください。じゃあまず部屋に入るで、レッツゴーたずき。はい、さあ部屋に入りました。ここは 1K だそうです。 1K のお家なので、ちょっとね扉入るとこを映して、そっから映していったら住人が映してしまいますので、もうできない答えがバレますのでね、こんなお家になっております。こういう感じでございます。はい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 、キッチン、おお冷蔵庫、鏡、はい、ね、ここの扉、ここから入ってきましたね、僕はね、はい、これみんな好きやね、シンキングザイン。これは何なんですか。なんか匂いのなんか出るやつ、なんか液体が入ってるんですよ。あで、これが多分ね、まあ、お香みたいな働きですから、はいはいはい、OK、 あら、はい、ここにもあるわ。ちょっとなるほど、まあ、ベッド映ってしまいますけど、はい、ここにもありますね。ありますね。何なんだろう、何なの、時計なんだろう。あ、もしかしたらここでバンって止めてしまって、はい、寝坊の可能性があるから、こっちに、ああ、とちらないようにね、絶対起きてこっち止めなあかんからっていう考えでしょうね、ちゃんとしてますね、ね、結構住人の方が詳しく聞いてみましょうか、ね、はい、シンプルですね。さっしー。女性っぽい。はい、この髪もちょっと女性っぽいですね。そうですね。服が仕上がってるそうなんで、これはね、まだ住人がいるときにいじりましょう。はい、はい、ね、まあ、カーテンも、わー、シンプル。白が好きなんですかね。ねえ。おっと。ちょっとはいはい。これは？これちょっと僕の私服ですけど、カバンとかね、はい、あれですけど。これは DVD は？はい、ピンクが多いな、色的に言うから。あら、なんかジャンル的にセックス&ザシティ、ああ、連続でセックス&ザシティ、プラダ起きた、ラブコメとかそういうのばっかり、悪魔、あ、恋のお話がね、女子やな。女子ですね、なかなかの、ね、こっちもあるんで、DVD、あ、いっぱいありますね。ありますよ、出た、またセックス&ザシティシーズン4まで、はいはい、なんかシーズン4までありますね、アグリーベティ、俺は知らない、アグリーベティ、僕もあんま知らないですけど、なんか、まあ、そのスイーツもそのとるやん、海外ドラマいっぱい出た、あー、はい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 、大女優、オードリー・ヘプバーン、はい、ボックスありますわ。これ結構言うたら女性っぽいけど、はい、お姉さん方っぽいよな。あー、そうですね、ユミネさんとかの辺はボックスがあるんじゃないのかな、確かに。まあ、ベッドも、もちらっと映りましたけども、シンプル。そうですね。さあ、シンプル。白を基調とした。シンプル。これは悩むでしょ、皆さん。ね、なかなか分からんと思います。これ絶対分からんと思う。ほら、こんなの女子だよ。あー。こんなのね、これ。ほら、これ女子やん。片付いてますもんね、結構。なんだこの、エロい人はなんだなんだこのエロい人は。こんなんなかなか置いてないですもんね。なんなんこれ。何これ。腐るこんなの。冷たいなもんね。あ、これはふかふかしますけどね。何この椅子二つ。おお。キッチンがめちゃめちゃ綺麗。あ、なかなかでっかいキッチンですよ。うん、綺麗。動物。白熊置いてない。やっぱ白が好きなんですか。白熊好き。大丈夫や、大丈夫やぞ、やっぱ女性ですかね、じゃあ、ね、そんなとこにかけてる、結構お酒
と思うんですね。あー、お酒好きなんですかね。黒糖料理、黒霧島もありますし、冷蔵庫もありますし、はいはい、料理はしないんですかね。あ、酒飲みやな。枝豆あるやん、冷凍枝豆。なんもない。そして氷、それだけ氷。完全に酒好きそうですね。じゃあ、はい、下はなしょ。うお、パーティーするパーティーするめちゃめちゃ酒好きですよ。またほんで枝豆入っとるやん。何が入っとるやん。ほんまや、よっぽど好きなんだこれ。なんすか、赤ワイン。こんなぷにゃんぷにゃんのペットボトル赤ワインも初めて見たよ。酒が好きなんだと。もう見ても女子やん。あ、これはもうそうですね。もう皆さんね、もう絞りました。はいはいはい、はい、女子に絞りました。その辺が充実してるってことだね。はい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 ということで、ショートカットの女性ではないんですね、はいはいはい、皆さん、ロンゲです。なるほど、そんなんじゃない。いっぱいありますね。うん、ほー、ほー、充実してますね。はい。そこはいいんすか。あ、あ、服ね。これあかんわ。服ね。大ヒントがあるんですけど、それを出してしまうと、はいはい、僕ヒント、これ言葉だけでいきましょうか。僕の YouTube にいっぱい出てます。ちょっとラックでここにちょっとバスルームのところに、はい、あの洗面所があるんで、洗面所とかも、ラックでかけてると服を、その服の中にいっぺん出てきた時の服があったんですよ。なるほど。しかもシャツです。大ヒント。これ大ヒント、はい、シャツ。だいぶ絞れるんじゃない。だいぶ絞れますよね、はい。ただ皆さん今は女性やと思ってるんですよ。これも大ヒント言ってしまいましたよ。はいはいはい。女性やと思ってないでしょ。ね。女性やと思ってましたか。これがところどころどっこいなんですよね。はいはいはい。しかもシャツで出た人ですから。これも大ヒント。だいぶ。ね、はい、もう分かるんちゃいます。ここまで来たら、うわ、そこまで。よし、新規タイム、新規タイムスタート。逆やったか。さあ皆さん、誰だ。正解はこの後すぐいきます。地味なシンキングタイム。さあ答えは出ましたか。結構最後の大ヒント言いましたけども、知らぬお家は誰のお家なのか、この方です。どうぞ、今日のゲストは。その顔やめ。吉本新喜劇の大おねん、永田亮介です。永田くんです。ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。ようこそ。ありがとうございます。ようこそ。ようこそ。結構家の時はラフなんですね。あ、そうですね。ラフな格好で、え、ちょっとこれ、うん、家モードです。家モードですね。はい、ありがとうございます。ほんまに、いや、とんでもないです。お越しいただいて、ほんまに、ありがとうございます。もういろいろ美顔器とかもありましたけど、はいはい、まず、はい、なんでそのラブコメの DVD 大好きなの。昔から好きで、なんかこう、うん、ハッピーになれる感じがあって、あ、そうな、うん、もう集めまくってたらもうこんなことになってしまったっていう感じ。海外の方やっぱいいの。あ、そうですね。へー。海外連続ドラマにもハマってて、うん、流行ったよね。でも、はいはいはい、ほんまにそうやっぱ一回見始めたら、うん、ほんまにもうハマっちゃうんですよ。へー、そうなんや。そうなんですよ。それでもう DVD、うん、僕結構いい値段するんですけど、値段するよ、結構いい値段、はい、結構、うん、で、すみません、あの、これ、ここは4巻しかないんですけど、うん、この裏に5巻、6巻もあります。で、あ、すみません、番組的にもこれ4まであって、この奥に4もあります、うん、ほんまやった、はい、で、ここでも、うん、あのディスパレートな妻たちっていうの、これ今、うん、シーズン1しか置いてないんですけど、うん、シーズン8まであの奥の方であります、うん、へー。ほんで、はい、この、これは、なぜやっぱりこっちで目覚ましてパーンって止めて、はい、で、それで寝坊しちゃうかもしれんが、こっちで止めに、仕上がって止めに行くとか、そういうことではなく、ちょっと違いますね。ちょっと違うんや。はい、もともとは、これはあのベッドの横に2個置いてたんですよ。
おお、これも置いてた、はい、横に。でやっぱりもう遅刻防止のために、うん、あの5分遅れぐらいでこっちもかけるようにしてたんですけど、うん、でバンバン2回止めたんですけど、携帯とっていうんだけど、今はもう1回でも年取ってきたからか起きれるなってしまって、おーおー、絶対起きれるんですパッと、1時だとか6時だとか、うん、だからね、あ、もう起きれる、うん、でもこの時計なんか、うん、向こうから出てきた時に時計がこっちないんですよね、うんうんうん、だから今何時やろってなった時に1時これガッと裏返して見てたんですよでもそれがちょっとなんか、うん、横着な感じで、うん、こっちにもあったら見やすいかなと思ってまだこっちに置いてた。なるほどね、こっち方向を見るときと向こう方向、だから高杉さん今撮ってる方向から見る。そうなんです、なるほど、そうなんです、ちょっと奥とか出てきたら何時やろってなって、いや、ここら辺にパーってつけたらええやん確かに、そうですね、あ、そうよ、ほんまですね、殺風景、全方向が見えるやんこっからここにつけたらほんま、ほんまですね、あ、考えます。考えるここの服は、あ、もう落ちなかったの、こんな感じ、もうむちゃくちゃ散らかってます、ここだけ落としてくれ、めちゃめちゃネクタイあるで、ほんまや、むちゃくちゃネクタイあるやん、そうなんですよ、一時期すごいやん、そう、うん、ネクタイ締める仕事もしてたんで、な、何それ、ネクタイ締める仕事、ネクタイ締めて、うん、あのネクタイ締める仕事って言うんですよ、ネクタイ締めて、いやいやいや、ごめん一緒にして笑うてへんわ、全然笑うてへんわ、何やそれ、ネクタイ締めてお勤めする仕事したんですよ、普通に、役者をちょっとやめてる人が、うん、それでもスーツだったネクタイ、あ、なるほど、サラリーマンみたいな、あ、そうですね、スーツも何着かあったんや、スーツもあって、あ、すごい、ネクタイ、はいはいはい、なるほどな、あとこれよ、はい、何椅子なの、これは椅子なんですけど、ね、あの一回椅子として買ったんですね、うん、で、あの、うん、一回座ってみたら、うん、カチカチだったでしょ、そうそう、カチカチで、うん、ミシミシって一回言ったんです、おうおう、で、あ、これ椅子なのに、うん、これはね、本当この柄がすごい高いやつなんですよ、うん、え、そう、あのテレビ番組のバラエティのセットとかにもあるような高いやつで、うん、それのこれレプリカなんですね、だからものすごい安いんですけど、うん、だからそのミシミシって怖かったんで、なるほどね、もうちょっと目覚ましで一生懸命してます、なるほど、料理はしない、全く料理しないんですよ、だから綺麗なんや、はい、なるほどね、綺麗好きはいつも拭いてるとかじゃなくて料理は全くしないからってことですね、そうですねサングラスかけんやろ、これはですね、テンポはまた今の意識してる、今の朝食を意識してるねこれ本当に実は必需品で、うん、あの普段はあんまかけてこう歩くことはないんですけど、うん、あの僕女装のメイクして新喜劇出させていただくこともあって、うん、で、うん、はいはいはい、で、はい、で何回か4回ぐらい3回とかあったら、うん、合間にちょっとあの買い物なんか、うんうん、出かけることがあるから、ね、はい、でその時にやっぱり化粧はしてからいけませんじゃダメなんで、なるほどね、はい、でも化粧落としたらやり直すのは時間かかるんで、うん、なんだね、めんどくさいし、そうなんですよ、帽子かぶってマスクしてこれつけてちゃんと大丈夫、ほんまに大丈夫で、そしたら全然やっぱ気づかれ、あのうわ化粧してると思う、ああ、そうやな、そろそろ、なるほど、これ必需品です、すごいな、だと思う、はい、大酒飲みだ冷蔵庫がすごいですよね、うん、うん、でも飲むの、飲みますね、毎晩飲みますし、けどやっぱり1日3本ぐらいから飲んじゃうんですよ、飲む500のやつを、飲む、だから500のやつを、500、はい、飲むね、もうこれ飲まないとなんか寝れなくてアルチューやね、アルチュだからゴミ捨てに行く時もアルチューの人みたいな、こんなの両手持って、あの朝からもうめっちゃ簡単で、うん、そうそうそう、わかる、それはわかるわ、はぁ、あとこれですよ、これ、はい、美顔器よ、あ、これもうこれみんな、もうこれ見たらもう女子やもん、うん、女性さんやもん、あー、もうそうですね、うん、これ使ってたこれは、うん、そうですね、やっぱりあの、うん、一時期すごくいいっていう噂を聞いて、うん、ユミネさんがやってたからな、これそうですね、今この話し合いとかしてたんですけど、うん、ちょっとぽっちゃりしてるようにやってたうん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 、今だいぶもっとこの辺も細くなってきて、細いな、あんまりこう壊してないんですけど、やっぱり今目がつけるから目の上でこうやったりとか、やっぱお酒飲んでないからめっちゃ目がむく、あの、あー、そうやな、そうそうそう、ちょっとこうコロコロしてこう、うん、こういうのしてあげまして、顔むくむしな、そうですね、で、一応これもちょっと使ってきます、で、高すぎと言ってないけど、うん、ロン毛ちゃうやん止めへんやん、どこ何止めてんの、どこ止めてんのかな、どこ止めてんのかな、これは前髪とかグッと上げて止めるの、そうですね、前髪止めるぐらいですね、ほんま、
今また短いんですけど、ちょっと長い時とかってあった6本ぐらいあるとかいらんで、6本そうなんですよ、これあっちこっちから拝借するってことですよ、拝借するこれは全部は使ってないですよ、でもちょっとやっぱそうです、前髪を整えたりとか、うん、なるほどね、お化粧をつけるけど、すごいな、いや、だからもう騙されたでしょ完全女子は思ったでしょ、ね、そうなんですよ、だからね、ここ、まあ、バスルームはそんなに、はい、そうラックが入ってたり、はい、あんま取れたかないとこなんで、はい、まあ、取れなかったですよ、はい、僕がほんまにこれ見つけたのはこれやったんですよ、いっぺん出てもうたやつ、はい、これ、このシャツ確かによう見るやつ、それそう、これよく見る、そう、こう見つけたからこれはもう大ヒントやからもう、はい、大ヒントというか、もう答えやから、はい、ね、正解の方いましたでしょうか、よかったです、本当に、はい、中田君、ありがとうございました、いやいや、ありがとうございました、ね、はい、これでエンディングいきますけど、皆さん、はい、当たった方は、いましたでしょうか、またね、誰かの家行きたいと思いますので、次はお前だ本当に今日はありがとうございました、ありがとうございました、最後まで見ていただいて本当にありがとうございました、また明日よろしくお願いします、今日は長田くんの家でした、ありがとうございました、チャンネル登録もよかったらよろしくお願いいたします、みんな鉄郎でございました。